もう逃げられ。そんなの決まってるじゃない。お兄ちゃんのことが気になるからよ。妹カフェリリカルシスターズ、なんだこれ。誰もがお兄ちゃんやお姉ちゃんになれる夢のような喫茶店だ。私はオーナーの相良芽衣、3年生だ。3年？それじゃあ先輩。現場を理解するため私も店に出ていてな。さっきは挨拶代わりのサービスだけど、ってことは誰にも内緒だぞ。これ一体何なんです？元から置いてあった備品と、あとは私の研究資料だ。他ではお目にかかれないドキドキ。突っ立ってないで味方のも座る。え？昼寝し、私が生まれたのは3月だから、実のところそれほど年は離れてないのだぞ。そうなんですか。こんな状況で眠れるわけがない。やっと私の店に来てくれたのだな。萌えの宝石箱と言われた私の店でも満足せぬとは。ところで先輩、この店のウェイトレスさんの格好って。当店ではウェイトレスではなくシスターズだ。やっと来たか。先輩、どういうことですか？何が。父との約束なのだ。父は私に学問の道に進んでほしいと思っていて。だから。出ないんですか？ああ、今は何とか持っているが、このままでは店は潰れ。え？いきなり何を。あ、もしもし。やーしょ。自分の隠れ家へと誘導。最初は無夫婦な本を餌にして自分で発見させるつもりだ。いいアイディアだと思ったんだがな。財産目当てに迫ってみたものの、あえなく玉砕。いたたまれなくなって逃げ出すようにアメリカ。